25年前にこれまでできてるんですよ。そう、スネーク分かったか。いや、解除方法はまだだけど、ベイカー社長の思惑が分かったんだ。ただの金儲けだろ。アームズテック社の経営は僕が知ってた以上に危なかったみたい。次期主力戦闘機の入札に失敗、SDI の中止と軍縮、吸収合併の話も上がってたようだ。今回のプロジェクトにかけていたんだろうな。ダーパ局長に多額の賄賂を渡して抱き込んでいたようだ。金か。彼はかなりの核抑止論者だったようだよ。そうか。それで解除方法は？もう少し待ってくれ。もう最後ね、金っていうところに収まるのがなんかしょぼいんやな。まだその金をどう使うかっていうことになっていくんやろうけどね。そうですね。まあ、今のはでも、その、アームズテック社はそうだった、ね。そうそうそう、もちろんもちろん。はいはい、その、リキッドとかは、核発射も全然違うね。セーフティーを解除しました。ああ、もう、リキッドイコールセフィロス説やから。あれは実はリキッドじゃない。本当はセフィロスです。セフィロスはそんなこと考えません。俺たちが腰抜けでないことを教えてやらねばならんようだ。目標をロシアのチェルノートンにセットします。いや、変更だ。目標は中国ロプノール。どこですってオス。お前もゴルルコビッチも自国に核が落とされるのを見たくはなかろう。きっとかっこいい。あそこには何もありません。いや、核実験場が。なるほど。実験場。連鎖か。ああ、はい。に核を打ち込んでは全てが終わってしまう、うん、だが核実験場での核爆発ならば事実の隠蔽も不可能ではないだろう。なるほど。それで交渉するってことや。そういうことですね。国は分かってるけど、まあこれすごいな。ほんだらお前このままやと次は町に打つぞと、うん、ほんで今やとちょっとこれは実験したんやっていうことで、うん、国民からの非難を免れる、世界からの非難を免れられるやろ。さあどうするっていうね、うん、交渉の余地を残して脅すという。報復攻撃を回避するために、ワシントンは躍起になってもみ消しにかかる。そうそう、もみ消しにかかる。両政府のトップ同士による極秘交渉。そう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 。もちろん中国も黙ってはいまい。その過程で新型核弾頭の存在も明らかになる。アメリカ政府の立場はどうなる？そして大統領の立場は。なんでこんな時に俺大統領になったんやーって絶対言うよな。絶対言うよな。はい。インドや中国は、そうか。それに新型核弾頭の存在を知った各国は我々に接触を試みてくるはずだ。ワシントンも新型核弾頭の機密が他国に渡るとなれば、今回のように冷静を装ってはいられまい。大統領は必ず折れる。彼らは交渉に応じる。ビッグボスの DNA 情報と5000万。5000万だ。金か。これでゲノム兵たちの奇病にも対処できる。フォックス大の結成も上乗せした。フォックス大。局長に化けたオクトパス。ちょっと待って、5000万ドルってらこの当時で言うたら50億円ぐらい。安っ。うん、安いよね、結構ね。大したことないですね。ね。うん、これ、1000億よこせ言うたって安いよね、これやったら。へぇ。はい。老人は早く発症するという情報は事実でしたね。マンティスはマスクをしていたために感染しなかったのかもしれません。うん、ウルフも発病しなかった。うん、いつも飲んでいた精神安定剤のせいか。血中のアンフェタミンやアドレナリン濃度との関係。開発段階からいきなりの実戦投入、やはり確実性に欠けますね。奴らも切羽詰まっていたということですか。まあいい。スペッツナズ時代のお前の上官、元グルーのセルゲイ・ゴルルコビッチ大佐からの連絡は？これやっぱり内部で敵側も2つに割れてるってことですね。違う。そういうかですね、なんか、さっきのデコヨップトスがいきなり死んだじゃないですか。はいはいはい。それがどうやら今の話からすると、彼らがなんか把握してる奇病なんですね。このフォックスハウンドの隊員に発症する奇病みたいなものが、どうやら。それは、反乱分子が仕掛けたということではないってことですね。なのか、まあ、それはわからないですが、まあでもおそらくは、でもこれ、ジーンセラピーの遺伝子治療の副作用的なものではないかという。わかるわかる。感じですかね。いや、でも遺伝子治療って、絶えずその危惧をされてるよね。はいはい、全体性を無視してるから、そうですね、全体として取り返しのつかない、まあ、バグが生じるというか。はいはい、まあ、ということかなという推測にはなりますね。うんうん、彼はまだメタルギアの性能に疑問を持っています。我々との合流はメタルギアの死者を確認した後にしたいということです。死者随分と用心深い男だ。なんでメタルギアが死者っていうの？心配はいりませんよ。ロボットなのにね、なんで死者っていうんやろうなと思って。それは核弾頭を撃つっていうこと。ああ、そうか、はい、メタルギアから撃つっていうことですか。そうかそうか、はい。メタルギアと新型核弾頭、大佐は喉から手が出るほど欲しいはずです。ロシアがかつての軍事的地位を取り戻すには、核先制使用権を振りかざしていくしかありません。撃墜不能の核弾頭メタルギアは、現代に先制核攻撃の脅威を蘇らせることができる。弱体化した通常戦力を核兵器で補うつもりか。ゴルルコビッチという男、戦士ではなく政治家だな。ですが大佐からはハインドをはじめ多くのロシア製重火器を預かっています。奴の部隊は1000人を超える。我々と合流すればかなりの間抵抗できるが、マンティスが死んでゲノム兵たちの洗脳が解除されつつも、士気の低下が心配だ。ああ、彼のパワーでね、うん、彼らと合流して士気を高めるということは、俺たちはどこにも行かない。ここに腰を下ろす。長い戦いになる。脱出をするのでは。俺たちには新型核がある。そしてゴルルコビッチ大佐の部隊も合流する。世界を敵に回すつもりですか。ああ、そこまで聞いてなかった。世界を敵に回して俺たちはここから新型核弾頭を自由に撃てるのだ。撃墜はおろか追尾すらできないステルス弾頭。しかもここには核兵器が無尽蔵にある。金と DNA 情報が入ればあとは俺たちのものだ。ボス、それではゴルルコビッチ大佐との約束は？ロシアの再建など興味はない。さかビッグボスの意思を。今日からここをアウターヘブンと呼ぶ。おお、ビッグボスの意思。ビッグボスに乗っ取られてんねやん、この人。うん、乗り移られてるよね。つまり、まあある意味ではそういうことですね。もう完全に万能感の虜になって、ちょっと気が狂い出してるよね、これね。国を作るっていう。これちょっと短絡的に考えすぎてるっていうのは僕らでもわかるよね。あまりにも。へえ。だからメタルギアに対して万能の武器やと信じ込みすぎてるよね、ちょっとね。そうですね。だってメタルギア自体が空を飛べるわけではないし、メタルギア自体を迎撃される可能性あるわけやし、なんかそこすっ飛んでるような気がするよね。なんだったらここの基地自体をいきなり爆撃される危険性だってあるわけで。いや、危ないよ。あなた、被爆行動を入力すれば無効になるはず。心配はいらん。ダーパ局長もアームズテックの社長も死んだ。スネークが解除方法、拷問の際に調べたはずだ。奴は持っていませんでした。うん、もう誰もメタルギアを止められはしない。ところであの女はどうします？この人、ただ単なるロボットフェチとちゃうもん。なんか、ロボットに万能感をこう、なんか。あれ、リキッドですね。リキッド。大丈夫これ。ロボットフェチと、こっちは、オセロットは拷問フェチですからね。うん、時々巨大なものに対する信仰が止まらない人いるやん。なんか、なんかそういう病理を持ってるような気がしてる。メタルギアはちょっとでも信仰対象になりそう。そう、信仰対象になってるよ。意外に弱いな、この人、精神的に。ちゃう？生かしておけ。キャンベルの命だ。最後の手段に使える。スネークのやつにもな。メリル。これかといって最後の手段っていう風な否定的な考え方も一応あるねんな、この人。何をしたんやろ。スネーク、ベイカー社長の極秘ファイルに侵入した。でかしたぞ。そっちの状況は？奴らパルコードを入力済みだ。オタコン、解除方法は？いいかいスネーク、ベイカー社長の言ってた解除方法だけど、これは同時に起爆コードの入力にもなるようなんだ。一度入力すれば起爆コードが解除される。そういうことやんな。なんかそんな気してた。解除された状態で入力すると再びロックされる仕組みだ。しかも1回しか使えないんだ。たったの1回か。やべえな。入力には鍵が必要だ。しかも3つの鍵だ。そのうちの1つは持っている。残りは急ぐなよ。そこがミソなんだ。普通はこんなやばいコードにしないよね。1回しかできないとかね。普通はしないよね。そうですね。この辺はちょっとゲームですね。すでに持っている。もったいぶるな。意外。鍵は形状記憶合金でできている。形状記憶合金。そうだよ。温度変化で形状が変わる金属だ。鍵はその材質で作られている。この鍵が温度変化で違う形の鍵になる仕組みさ。面白いな。つまりこの鍵が3つの鍵の役割をするのか。そこから入力装置が見えるかい。指令室の中央見えるぞ。その3つのラップトップ型の端末が入力装置だ。端末にマークが書かれているだろう。そのマークが各鍵に対応している。左から順番に入力。これがめっちゃ面白い。僕らが使ってるパソコンと変わらないようなものが置いてあるっていうのがめっちゃ面白い。左が常温時の鍵、図面を確認して。なるほど。隣が低温時の鍵。あ、ここでゲームが生じるわけね。右が高温時の鍵。面白いな。温度によって鍵の形を変え、順番に入力すればいいんだな。氷で冷やしたりして。鍵は差し込むだけでいい。面白い。各モジュールに鍵が挿入されるとハードディスクが読み込まれる。こういうゲームやったらちょっとやりたくなる。コード入力は完了する。ただし鍵を3回使用するともう鍵は使えなくなる。はい、一度しか使えない緊急用のシステムなんだ。その鍵に世界がかかってる。誰だ。しまった。ああ、わあ、あらららら。鍵が排水口に。ちょっと待って。キャー、こんなことになるんや。ここは防弾ガラスだ。俺が見ていてやる。そこで死ぬがいい。笑われた。絶望的状況や。絶望的状況やでこれ。あ、ほんで下行くわけや。うわー、大変。頑張れ。乗って。上がって登って登って、でも最後な銃撃戦になるよな。圧倒的に不利やんなこれ。どうするんや。あれでも入れた。そうそうですよ。まあこの辺はねちょっといろいろゲーム上のいろいろな流れがあるんですけど。そうなんです。第一のパルコードが入力されました。別に氷がありやん。氷、アイス、入力待機。まずは第一のパルコード入力終了。次は第2のパルコード入力。鍵を冷却する。そうなんです。あこのカラス絶対ミュータントやんな。こんな寒いところで飛ばれへんやん。そうなんですよね。どうなんですかね、この辺知らないんですけど。なんか感覚的に0か20度みたいな感じやこれ。カラスかな、カラスかな。はい、第2のパルコードが入力されました。第3のパルコード入力待機。第2のパルコード入力終了。これ次は第3のパルコード入力。鍵を温める。スネーク、ナオミハンターのことだが、その話なら大佐が調査中だ。モニターオフにしてくれ。オフにした。作戦室には聞かれていない。話してもいいぞ。すまない。キャンベルにも聞かれたくない。で、どういうことだ。ペンタゴンに私の知り合いがいる。うん、その友人から聞き出したんだ。 DIA 主導で最近ある暗殺兵器が開発されていたらしい。暗殺兵器。スネーク、フォックスダイという言葉を聞いたことがあるか。いや、フォックスダイ、確かリキッドだったわ。そうか。それは特定の人物だけを死に至らしめるウイルスらしい。私も詳しいことは聞いていないのだが。何が言いたい？似ているんだよ。何が？死因だ。アームズテック社長とダーパ局長、いやデコイオクトパスか、2人とも心臓発作のようだったな。フォックス大による死も一見心臓発作で倒れたように見えるらしい。まさかナオミがそれを仕組んだと言いたいのか？スネーク、よく思い出してくれ。ナオミに注射が何か打たれなかったな。彼女が一番可能なポジションにいるのは確かだ。動機も目的もわからんが、大佐はそのことを。わからん。まだあの女を尋問していないようだしな。わかった、大佐に聞いてみる。大佐、ナオミの件はどうなった？ナオミならたった今拘束した。拘束？アラスカ基地方面に向けて暗号を送っていた。信じたくはないが、彼女はテロリストの一味だ。確かなのか？そうだ、間違いない。今尋問中だ。どんな尋問だ？手荒い真似は避けたいが、ここにはチオペンタールもない。何か分かったら教えてくれ。やはりそうだったか。ナオミが、信じられん。おそらくフォックス大の結成があるはずだ。やけにこだわるな。君も感染しているかもしれんからな。今は大佐に任せるしかない。ナオミはやはりスパイだったが、キャンベルも何かを隠している。だがそれもいい。フォックス大はウイルス兵器だ。必ず血清がある。それは後で手に入れるとして、スネーク、今は起爆コードを再入力すること。ナオミ、君は一体。今キャンベルさんたちの目を盗んで別の無線機で話をしているの。もうこれ絶対ナオミは敵じゃないやん、この声は。もうこの時点で違うやん。そうですね。何よこれ、まあ、となるとどうなる、どういうことなんだっていうことですよね。そう、もうこの時点で違うやん。はいはいはい、もう物語的にはね。そうですよね。はい、はい、大佐の話は本当なのか？ええ、でも全てが嘘ではないわ。本当の部分もある。君は誰なんだ？私にもわからない。親の顔も名前も、今の名前や戸籍はお金で買ったもの、うん、私が遺伝子に固執した理由は本当よ。自分を知りたいからそう言ったな。私は自分が誰だかわからない、うん、年齢も人種さえも、うん、ナオミ、私はローデシアで拾われた孤児だったの、うん、80年代のこと。ローデシア？ローデシア独立戦争の頃か。ジンバブエはイギリス領だった、うん、当時はインド人が多く働いていた。だから私の肌の色はそのためかもしれない。でもそれもわからない。ナオミ、どうして自分の過去にこだわる？今の自分を理解できればいいじゃないか。今の私を理解？誰も私を理解などしてくれなかったわ。私はずっと自分を探してた、うん、兄とあの人に会うまではね。兄？そうよ、フランク・イエーガー。なんだって？兄も少年兵士だったわ。ちなみにこのフランク・イエーガーっていうのは、うん、前作で、うん、前作前々作のあたりでスネークと一緒に戦ったことがある人。ああ、そうなんだ。はい、ザンベジ川で餓死寸前の幼い私を拾って自分の食べ物を割いてくれた。そう、あなたが廃人にしたフランク・イエーガーは私の兄。ああ、唯一の家族。バカなグレイ・フォックスが。グレイ・フォックスとフランク・イエーガーは同一人物ですね。はい、私たちはあの地獄で生き延びた。兄が守ってくれた。ちょっと前のと、何回か前のとで収録の時言ってた、地雷原で殴り合ったみたいな話をしてた。はいはいはい。それが、まあ、戦友が、はい、グレイ・フォックスですね。なるほど。兄は私の全てだった。私の存在を私という個人を証明する唯一の拠り所だった。奴が君をアメリカに？いいえ、モザンビークであの人に助けられた。あの人？ビッグボスか？ええ、彼は私たちをこの自由の国へ導いてくれた。でも兄はあの人とまた戦場へ戻っていったわ。そして戻ってきた時には私は復讐を誓ったわ。廃人になったから。兄を廃人とし、あの人を殺したあなたにフォックスハンドに入ったのはそのためよ。はあ、ここにいれば必ずあなたに会える、そう思ったから。復讐に行きじゃダメよ。思いは果たせたな。そうね。要するに注射の中にな、俺を殺す。ただそれだけのために。ええ、そう。2年、この2年間ずっとあなたを待っていた。あなただけを恋焦がれるように。今も憎いか？少し違う。あなたのことを誤解していたところもある。リキッドたちとは？彼らも兄の敵よ。まさか君の前任者を殺したのもグレイフォックスをゲノム兵の実験体にしたというクラーク博士のこと？いいえ、彼を殺したのは兄よ。私は事件を隠蔽し兄をかくまった。忍者グレイフォックスは俺を殺すためにここに？違うと思う。兄はただあなたと戦うためだけに。初めは分からなかったけど今は分かる気がするわ。あなたとの戦い、それだけのために兄は生きてるのよ、きっと。フォックス。ナオミ、教えてほしい。フォックスダイのこと。フォックスダイは特定人物だけを死に至らしめるレトロウイルス。出た、レトロウイルス。まずフォックスダイは体内のマクロファージに感染する。フォックスダイにはタンパク質工学で生み出された認識酵素、特定の遺伝子配列に反応するようプログラムされた酵素が導入されているの。その酵素で暗殺ターゲットの DNA を認識している。認識酵素が反応して活性を示すと、フォックスダイはマクロファージの組織を使って DNF イプシロンを作り始める。何？サイトカインの一種で細胞死を誘発するペプチドよ。 TNF イプシロンは血流に乗って心臓に達し、心筋細胞の TNF レセプターに結合する。それで心臓発作を。刺激を受けた心筋細胞は急激なアポドーシスを起こすわ。そしてその人物は死ぬ。アポドーシス。ちょっと mRNA ワクチンっぽくてちょっとすごいんですけどね。いや、ほんまそうですね。細胞が自殺するための遺伝子プログラムか。ナオミ、当然俺も殺すようにプログラムしたんだろう。まだ時間はあるのか？ナオミ、俺は君に殺されても仕方がない男だ。だが死ぬわけにはいかない。まだやることが残ってるんだ。聞いて、フォックスダイの使用を決定したのは私ではないわ。君じゃない？あなたにフォックスダイを注入したのは作戦の一部。それをあなたに伝えたくて。作戦の一部。私、自分に素直じゃない。ナオミ。私があなたに本当に伝えたかったのは、スネーク、私。おい、何を言う。めっちゃ叩かれてる。スネーク、ナオミとの交信はこれ以上許されん。何？ナオミは作戦から外された。ナオミをどうした？フォックスダイが作戦の一部とはどういうことだ？大佐、彼女と話をさせよう。できん。彼女は監禁した。大佐、裏切ったな。今は余計なこと。ほんま最悪やな、このおっさん。今は余計なことか。どう考えるな。何言うとんねん。メタルギアを食い止めることが先決だ。いやいや、死ぬから。スネーク。いいな。こんな究極の精神状態ってある？これ、ほんま。どっちかというと大佐に復讐したいよね。もうメタルギアのことなんかほっといて。めちゃくちゃですよね。はい。すごいな。さっきのグレイオックスは、あれです。だから、おそらく、サイボーグ忍者の正体。であり、その前作だから戦いたい、お前と戦うことが俺の快楽だ、みたいな、うわー言ってたのは、実は前作で戦ってて廃人にされた、ナオミのお兄さんやったということですね。まあまあ、義理の兄というか、助けてくれて、まあ、遺伝子的なことでいろいろ実験体にされてる。なあ、こんな一つ目にされてなあ、かっこよかったけどね。第3のパルコードが入力されました。すべてのパルコードを入力終了。起爆コードが入力されました。どういうこと？やばいや。発射準備完了しました。俺は解除したぞ。どういうこと？ありがとうスネーク。これで起爆コードの入力は完了した。あ、利用されたんや。もうメタルギアを止めることはできない。マスター、これはわざわざ鍵を見つけてくれた上、起爆コードの入力までしてくれて本当に恩に着る。形状記憶合金だとはお粗末な話だったが。何のことだ？ダーパ局長の起爆コードは入手できなかったんだよ。マンティスの能力をもってしても読むことはできなかった。オセロットは起爆コードを聞き出す前に殺してしまった。つまり俺たちは核を撃つことはできなかった。威嚇発射さえもな。まさに八方塞がりだった。核が撃てなければ我々の要求は叶えられない。マスター、何を言ってる？起爆コードを入手できなくなった以上別の方法を探すしかない。そこでスネーク、貴様にかけてみることにした。大体さ、物語の悪役って自分たちが何をしたかったか最後言うよね。そんなん言わないで殺したらいいのにね。それでは物語になりませんよね。すいません。はい。種明かしをしたくなる。はい、したくなる。一応この、ね、ミラーさん、ミラー教官なはずなんですけど。何？デコイオクトパスをダーパ局長に変装させたのもその一つだ。貴様から情報を得ようとしたのだが。SDIとはな。全て最初から仕組まれていたというのか。俺に起爆コードを解除させるために。もしやここまで来られたのは自分一人の才能だと思っているのか。マスター、あんたはスパイか。とにかくこれで核発射準備は整った。新型核を打ち込んでみせればホワイトハウスの連中もSDIの結成を渡さざるを得まい。奴らの切り札も無効になる。切り札？お前を使ったペンタゴンの目論見みはすでに達せられているんだよ。あの拷問部屋で。知らないのはお前だけだ。惨めだなスネーク。貴様は誰だ？全て教えてやる。もしも俺の元までたどり着けたらな。どこにいる？すぐ近くさ。スネーク、そいつはマスターミラーではない。キャンベル、今頃気づいても遅い。マスター・ミラーの遺体が彼の自宅で発見された。死後3日経ってる。マスターとの無線がオフにされていたので分からなかった。命令によると発信源はその基地内だ。お前が話していたのは俺だ。兄弟。ああ、そうか。リキッドや。この人簡単な変装やったね、わりかし。いや、気づくだろうって言いたくなりますね。せこい変装でしたね。ちょっとスーパーマン級の。ミラーさん。クラーク・ケント級の。じゃあ、ミラーさんとスネークは似てたのかって話になるんじゃないですか、ね。まあ、そういうことですよね。タカ、リキッドか。貴様の役割は済んだ。あの世へ行け。リキッドスネーク、俺のサングラスも生かすだろう。到着したい。兄弟に銃を向けるのか。なぜマスターに化けた？無論貴様をうまく操るためだ。実際お前はよく働いてくれた。なんで裸な？ペンタゴンの連中もそう思ってることだろうよ。さっきから何を言ってる？与えられた命令を疑いもしないとは。戦士の誇りを失い駒になり果てたかスネーク。戦士ってそういうもんや。与えられた業務を果たすのが戦士や。まさにスネークはそういう人ですよね。そうそう。何を言ってんのよ、わからない。人質の救出。すべて偽りの任務だ。偽りだと。ペンタゴンとしては貴様と俺たちが接触するだけでよかったんだ。アームズテックの社長とデコイはそれで始末されたんだ。まさか。そうと。俺たちだけを暗殺し、莫大な予算を投じたゲノム兵の遺体とメタルギアを無傷で回収するため。貴様は初めからフォックスダイのベクターとしてペンタゴンに送り込まれたんだ。フォックスダイ。このフォックスダイっていうのは遺伝子のことを。いや、フォックスダイってのはウイルスです。ああ、そう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 、ウイルスのことね。はい、だから、今、リキッドが言ったのは。レトロウイルスのことですね。はい、うん、リキッドが言ったのは、おそらくその、ソリッドスネークに注射をして、その、ウイルスの運び屋さんとして、そういうことですよね。送り込んで、中のやつを全員殺すという、うん、そういう戦略で。では、ナオミは、ペンタゴンと組んでいたのか。連中はそのつもりでいたようだが、うん、あの女ただ利用されるような甘い女ではなかった。ペンタゴンに潜り込ませたスパイが突き止めた。だってスネーク寄りな感じで言おうとしたところで阻まれたもんね。そうですね。発見直前、ナオミはフォックスダイのプログラムを改ざんしていたらしい。だが、その理由も目的も不明だ。いや、それをこの人に撃つ前にやったっていうことでしょう。いや、この人撃つ前に。スネークの撃つ前に改ざんしたんとちゃうの？そうです、そうです。ウイルスの情報を改ざんしたので。うん、それで、この人はミスターアメリカになるんですよ。はい。ガーンとなるんですよ。まあ、スネークは死なないようにしたのかもしれない。そう。無敵になったりするのちゃう。うん、ほんで、それは結局、それが全部、その、いわゆる、ドキドキ文芸部みたいに、やっぱり彼女も、このスネークが好きになってるんですよ。そこでドキドキ文芸部が停留に流れてるんですよ。まあ、ちょっとでも、まあ確かに前回もありましたけど、全員スネークのことが好きになる。全員スネークのことが好きになるね。スネークはなんかそういうね、フェロモン遺伝子を持ってるんです。なんかいい匂いがするんですよ。しかもその通信機を取っただけで匂いが出てくるんですよ。わけわからんこと言ってる俺。はい、行きましょう。ナオミを逮捕させたのは、彼女の目的をつかむため。その通りだ。くだらない恨みとは思わなかったが。しかし、結局ナオミがフォックスダイにどのような改変を加えたかは今もわからない。いや、わかるやん。こいつを調べたらわかるやん。そういうことやんな。まあ、そうですね。まあ、ただ、そんな暇はないっていう説明は。まあ、そういうことです。そういうことです。あんまりね、この人科学者じゃないから、自分が金が儲かったらええみたいな感じの部分はありますね。まあ、あと、早く結成さえもらえれば、それでよい。ああ、そうそうそう。ホワイトハウスへの要求にフォックスダイの結成を上乗せしてある。結成があるのか？あるはずだ。あの女にしかわからんが。だが、もうそれも必要ないかもしれんな。なんでや。なぜだ。貴様は潜入に成功。奴らが処分したかった俺たちは目論見通り暗殺ウイルスに感染した。オクトパスやアームズテック社長の死因は確かにウイルスだ。しかしオセロットも俺も、そして運び屋である貴様にもまだその兆候が現れている。全くそのとおり。フォックスダイの標的プログラムにバグが。さあだが貴様に効果がない以上、俺も安全だ。俺と貴様の遺伝コードが同じなのだが、やはり俺とお前は。そうとも。だがただの双子ではない。遺伝子に呪いを込められた双子。レス・エンファントス・テレブレス。どういうことや。貴様はいい。親父の優性遺伝子を全てもらった。俺は劣性遺伝子ばかりを受け継いだ。マジか。全ては貴様という優性種を作り出すための仕掛けだ。黒死亡みたいな話になってきたね、これね。そうですね。黒死亡と一緒の話ですね。そうそうそう。お前の想像のためにだけあった。俺が優勢だと。そうだ。俺はその絞りかすだ。貴様にわかるか。生まれもした時からクズとみなされ続けてきた惨めさが。生まれは強そうやけどな。そうそう。頭もええし。どこが劣勢なのかよくわからない。親父は俺を選んだ。それがビッグボスにこだわる理由か。なるほど。歪んだ愛情だな。愛情だと。憎しみだよ。劣っていると知って俺を選んだことへの復讐だ。どういうこと。これも貴様には分かるまい。実の親父をその手で殺すことができた貴様には俺は復讐の機会すら貴様に。なるほど、そういうことか。ちょっと分かってきた。うん、殺したかったですよね。うん、だから俺は親父の意思を実現してみせる。親父を超え、親父を殺す。お前もナオミと同じだ。俺は貴様とは違う。自分の遺伝子に刻まれた運命を誇りに思って。こんだけのね、面白いでしょ。こんだけのストーリーを自分の頭の中で妄想して作れたら、誇りに変わるんですよ。このすごい屈辱的な、うん、自分の血に塗られた歴史を全部把握した上でそれを乗り越えようとした時に、ものすごいプライドに変わるんですよ。だからプライドって何かっていう問題ですよね。本当に自分の人生を把握したっていうことかもしれませんよね。なるほど、なるほど。うん。はい。スレイク、この歴史的な兵器を拝みながら死んでゆき、兄弟へのせめてもの気遣いだ。今から見せてやる。21世紀を導く悪魔の兵器を奪う。ちょっとカニに似てるよね、顔が。大好き、こういうの。武骨な感じ。でかいな。でかいな。一番クライマックスですよ。へえ。もう少し行きますか。もうちょっと行きましょうか。いや、この全体を見たいから。うわあ、でも。捉えきれないぐらいでかかった。まあそうなんですね。で、まあここからちょっと戦いになるので。わかりました。はい。はい。というとこなんですけど。面白かったですね。もうこれで多分あと1回収録ぐらいで。ああ、そうなんですか。はい、いけると思います。ナオミを救わなあかんよね。ナオミを救ったら何を策略したか分かってくるという。ナオミも救わなきゃいけないし、あと、囚われてるメリルもちょっとまだ分からないですしね。あと、まあこれはどこからどこまでですけど、大佐は何を知ってて何を知らないのかな。いや、大佐は結局利用されてるからな。そうなんですよね。そうなんですよね。黒幕じゃないんですよね、どう考えてもね。そうか。なんか途中ちょっと分かりにくくなったけど、なんとなくその、遺伝子を運ぶものとして。そうですね。一応その、ウイルスを運ぶものとして利用されてるっていうことが分かりました。利用されてるという説ですね。うん。まあ、ペンタゴンの狙いはそうだったんじゃないかということですね。わかりました。はい。ということで、また、引き続きよろしくお願いします。やっていきましょう。ありがとうございました。すごい複雑でした。面白かった。はい。